ちょっと、ご飯まだなの、家政婦さん。お腹ペコペコよ。姑がわざとらしく大きなため息をつきながら、私に言った。飯くらい早く作れよ。ほんととろいよな。夫は、私を軽蔑するような目で見ながら、吐き捨てるように言い放った。あの、私が話そうとすると、何よ、言い訳するつもり？姑の激しい怒号が響き渡った。怒り狂う姑と夫に、私は冷静に伝えた。あの、離婚しましたよね。自分で作ったらどうですか？え？私の名前はさやか、27歳。3歳年上の夫ゆうきとは会社で知り合った。私とは対照的に明るく社交的で発言力もあり、仕事ができる彼。ある時、彼がリーダーのチームに私もメンバーとして加わることになった。彼は遅くまで働くみんなに差し入れを持ってきてくれたり、自分の仕事を後回しにして、後輩のフォローに回ったりと、優しさと気配りでチームをまとめ上げた。私はそんな彼の優しさに、次第に惹かれていったのだ。プロジェクトが終わった時に、彼に呼び出され、前から思ってたんだ。丁寧で落ち着いていて素敵だなって。俺じゃダメかな。私は驚きながらも即答しない理由などなかった。一年の交際を経て彼から突然のプロポーズ。もちろん私は承諾し、これから始まる新婚生活に胸を躍らせていた。プロポーズから一週間後、彼の母親に挨拶に行くことになった。あ、はじめまして。私、あの、さやかさんね。品のある素敵な人だわ。どうぞ上がって。お茶を入れましょうね。姑は、とても明るく優しい人で、緊張する私を優しく迎えてくれた。姑は、結婚を快諾してくれ、私たちは無事入籍し、夫婦となった。二人で住む家、家電にインテリア、何もかも一から二人で決めていくのだと思うと、とても楽しみだった。ちょうど、パソコンで家を探していた時だった。さやか、ちょっといいかな。夫が少し遠慮気味に話しかけてきた。どうしたの？実は、母親が昨日倒れたみたいなんだ。私は驚き、慌てて返した。大丈夫なの？病院は？取り乱す私に、夫は焦り。大丈夫。ちょうど隣の奥さんが来てくれて、助けてくれたんだ。貧血か疲れが出たんだと思う。昔から体が弱いから。私は胸を撫で下ろした。そっか。よかった。うん。でも、これからまたこういうことがあるかもしれないと思うと、少し心配なんだよね。夫は不安そうな顔をしている。一緒に住めたら安心なんだけど。え？同居？思わず声を漏らす。夫と二人の生活を楽しみにしていた私は、とてもショックだった。でも、これでもし何かあったら、私は一生後悔するだろう。それに、あの優しいお母さんとなら、きっとうまくやれる。そう言い聞かせ、うん、わかった。三人で一緒に住もう。私がそう言うと、夫はうつむく顔を上げ。ありがとう、さやか。母さんと君のことは、一生俺が守るから。私は、夫と二人きりの新婚生活が叶わないことに、ショックを抱えながらも、義母の支えになれるように、頑張ろうと、決意したのだった。同居が決まると、早い方がいいと夫にせかされ、すぐに姑の住む家に荷物を運んだ。そして引っ越しが済んだ後、私たちは会社で結婚したことを報告。朝礼時に前に呼び出された夫と私は、照れながらみんなの前に立ち、温かい祝福を受けた。しかし、夫が突然みんなの前で、驚きの言葉を口にする。祝福ありがとうございます。結婚に伴い、妻のさやかは退職しますが、妻の分まで、俺がバリバリ働きます。夫は得意げに言った。私は思わず、え？やめる、
ちょっと待って。驚いて夫に言いかけたが、さやかさんいいなぁ。ことびき大社、憧れる。奥さんの分も頼んだぞ。ますます期待しているからな。盛大な拍手に包まれ、何も言えず、苦笑いするしかなかった。家に帰り、私は夫を問い詰めた。ちょっと、退職って何？私、そんなこと言ってないよ。勝手に決めないでよ。声を荒げる私に、夫は冷静に言った。母さんにいつ何があっても助けられるように同居したんだろ？仕事に行っている間に何かあったらどうするんだよ。私は青ざめた。確かに同居の理由は、体の弱い姑のためを思ってのことだ。しかし、退職してまで一日中一緒にいる必要があるのだろうか。すると、隣の部屋で言い合いを聞いていた姑が、勇気、いいのよ。きっとさやかさんは、私より仕事が大事なのよ。私が死のうが倒れようが、所詮は人ごと。そうよね。そんなこと。私は、姑に言い返せず、唇を噛んだ。ひどすぎる。そんな女だったなんて。夫の表情がみるみる変わり、突然、あるものを取り出した。これって。見ればわかるだろう。離婚届だよ。今すぐサインしろ。早く、早く！怒り狂う夫への恐怖で、私は震えながらサインした。サインした紙を奪い取ると、夫は、会社を辞めるなら、これは出さないでいてやる。もし母さんより仕事を取ると言うなら、お前とはもうやっていけない。離婚だ。夫は、見たこともない恐ろしい顔で、私を睨みつけていた。会社、辞めます。そう言うしかなかった。そう言うと夫は、離婚届をクローゼットにしまい、無言で姑と部屋を出た。恐怖で疲れ切った私はへたり込み、しばらく体が動かなかった。こうして私は仕事を辞め、専業主婦となったのだ。自分の収入がなくなった私は、美容院にも行けず、化粧品を買うことすらできなかった。買い物以外で出かけようものなら、私といるのがそんなに嫌なのね。どうせ仕事を辞めて、私と暮らすのが気に入らないんでしょ。姑は、ことあるごとにそう言っては、仕事を辞めることを躊躇した私を、いびってくるようになった。そんなことないです。嘘つきね。私なんか早く死ねばいいって思ってるんだろ。勇気と二人で暮らしたかったって、顔に出てるんだよ。何を言っても通用せず、私は何も言い返せなくなっていった。姑は、家の埃を見つけるたびに、こんな埃のある家の空気を吸ったら、めまいがしてきたわ。と言って、わざとよろけてみせる。食事は栄養バランス、味付け、品数が十分でないと激怒した。こんな病気になりそうな食事、食べられない。さやかさん、私を殺す気だわ。大げさに夫に泣きつく。一日家にいるんだから、食事くらいまともに作れよ。母さんに何かあったら、許さないからな。夫はいつも姑の味方をした。夫と姑にとって、私は都合のいい家政婦のような存在になっていった。言い返すこともできない私は、作ったご飯を捨て、またキッチンに立つ。ソファーで楽しそうに話す夫と姑。ゆうき、いつもお仕事お疲れ様。週末にスーツと靴を新調しに行きましょう。そうだな。母さんも、そろそろ新しいコートでも買いなよ。楽しく話す二人を見ても、怒りも悲しみも感じなくなるほど、心が麻痺していた。私は一生、この人たちに家政婦として奉仕しなければいけないのだ。そう思いながら、淡々と二度目の夕飯を作った。週末、予定通り姑と夫は出かけていった。行き先は言わず、しっかり家事をしておけよ。夕飯は家で食べるから。
そう言って夫は車に乗り込む。姑は小さな声で、よろしくね、家政婦さん。そう言って、くすっと笑い、車に乗った。私は、無言で車を見送ると、家の中に入る。脱ぎ散らかした夫の服、朝食後テーブルに置かれたままの食器、散乱する義母が読んだ雑誌。二人がいない家でも、私はくつろぐことが許されない。そう思いながら、私はしばらく家の中を見つめ、ぼんやりと立ち尽くしていた。すると、ピンポーン。突然、インターホンが鳴った。慌てて出ると、隣の家の奥様、竹中さんだった。竹中さんは、ゴミ捨てや買い物の際に、時々顔を合わせ、いつも笑顔で挨拶してくれる。長くこの辺りに住んでいるようで、姑とも顔見知りのようだった。こんにちは。ちょっといいかしら。私は驚いて、あ、はい、何か。戸惑う私を見て、竹中さんは言った。さっきご主人と姑さんが出かけていくのを見てね。今ならあなたと話せるかもって思ったの。話？何ですか？あなた、家で随分とひどい扱いを受けてるんじゃないの？そう言われて、ドクドクと心臓が動くのを感じる。え、あ、思うように声が出ない。すべてを話したい気持ちと、言ってはいけない気持ちが交差した。前に家の前を通った時、ご主人と姑さんの怒鳴り声が、外まで聞こえてきたの。それから気にかけてたけど、あなた、買い物以外外に出てないんじゃない？あんなに綺麗だったのに、髪も肌も。うつむく私に、竹中さんは、ここに来てから随分と痩せたわよね。ちょっと普通じゃないって思って。おせっかいかもしれないけど、心配でね。竹中さんの優しい眼差しに、私は何かが切れたように声を上げて泣いた。竹中さんは私を抱きしめ、しばらく何も言わずに背中をさすってくれている。もういいのよ。我慢しなくて。あなたはきっと真面目で優しい人なのよね。そう言うと、竹中さんは私の方に手を当て、涙を拭い、まっすぐ私を見た。私もね、随分姑からいびられてきたわ。だから、あなたを見てられないのよ。竹中さんは真剣な表情で続けた。どうしたい？これから。あなたの人生なんだから、あなたが決めるの。このままでいいの？竹中さんに言われ、私は考えた。このままでいいのだろうか。一生あの二人の家政婦として、この家で暮らし続ける人生で。いいわけない。私はあの二人との生活を終わらせて、私を取り戻す。私は決心し、竹中さんの目を見た。竹中さんは笑ってうなずき、早めに逃げるのよ、さやかさん。何か手伝えることはある？竹中さん、本当にありがとうございます。でも大丈夫です。今日中にこの家から出て行きます。竹中さんは私の堂々とした態度に少し驚いたようだったが、何かあったら連絡して、車はいつでも出せるからね。そう言って、私に連絡先の書かれた紙を渡してくれた。味方がいる。そう思うだけで、私の心はすっと軽くなり、驚くほどに体が動いた。私は急いで夫のクローゼットに走る。そこにはあの時夫に書かされた離婚届が置いてあった。私はそれを持って、足早に出かけた。行き先は、もちろん役所。離婚届を出すために。雲一つない青空、眩しすぎる日差しが心地よく感じられ、大きく息を吸った。夕方家に帰ると、姑と夫が怒り狂っており、どこに行ってたんだよ、クソ嫁が！そう言って、夫が怒鳴ると、ティッシュの箱が私に飛んできた。私は黙って夫を見る。
夕飯は家でって言っただろうが。準備もできてなければ。なんだよ、この散らかりようは。一日中何してたのよ。本当に使えない家政婦。ため息をつきながら、吐き捨てるように言う姑。私は無言で自分の部屋に行き、荷物をまとめ始めた。その姿を見て、二人は一瞬驚き、すぐに怒号が響き渡った。おい、聞こえてんのか、てめえは。飯作れって言ってんだよ。あんたね、亭主と姑を飢え死にさせる気？いい根性ね。そう言うと姑は、タンスに飾られた置き人形を私に向かって投げてきた。人形の金具が手に当たり、じんわりと手から血が滲む。いた。そうつぶやくと、手に当たって血が出たくらいで、泣き言言ってんじゃないわよ、このクズ。私は、無言で赤く滲む血を見つめた。飯くらい早く作れよ。ほんととろいな。夫は吐き捨てるように私に言った。私は無言で立ち上がり、姑と夫に、こう告げる。私たち、もう離婚しましたよね。ご飯ならご自分で作ってもらえますか？私はこの家から出ていくので。軽く会釈し、私は荷物を持って玄関に向かった。ちょっと待てよ！夫と姑は慌てて追いかけてきた。靴を履こうとすると、何言ってんだよ！離婚なんて認めないぞ！ふざけんな！怒鳴りながら引き止める夫。あなたが書かせたんでしょ？離婚届。提出しておいたから。では、お元気で。私はきっぱりと告げると、靴を履き、おどおどとする姑を横目に、外に出る。すると夫が私の手をものすごい力で掴み、大声を上げた。いい加減にしろ、クソ嫁！早く中に入れ！旦那の力で、私の手首はギリギリと熱くなった。家に引き戻されそうになった私は、助けて！と、大声で叫んだ。近所の人が次々と外に出てくる。夫は慌てて私の手を離す。すると、隣から竹中さんが駆け寄ってきた。ゆうきさん、何やってるんですか？さやかさん、その手の傷とあざは？私は走って竹中さんの後ろに回った。今、警察を呼びました。日々のさやかさんへの暴言を伝えさせてもらいます。竹中さんが言うと、夫と姑は言葉を失い、青ざめていた。姑は慌てて、ちょっと待って、竹中さん。ただの身内の喧嘩よ。その手の傷は、さっきその子が自分で。そう言いかけたところで、私はポケットに隠しておいたボイスレコーダーを取り出す。再生すると、夫と姑の怒号、手を怪我した際のやりとり、すべてが記録されていた。何も言えずに立ち尽くす二人に、近所の人の冷たい視線が注がれる。間もなくパトカーが到着し、姑と夫は、事情を聞かれるために、警察署へ連れて行かれた。私と竹中さんは、顔を見合わせ笑い、私の目には、うっすらと涙が浮かんでいた。その後、私は竹中さんの証言とボイスレコーダーをもとに、二人に慰謝料を請求した。二人の数々の暴言は、いわゆるモラハラと認定され、言い逃れできない二人は、それを認めたのだ。勇気は私に、もう二度としない。約束する。だからやり直そう。お願いだ。そう言って泣きついたが、私は聞く耳を持たず、彼とその母に、さよなら、を告げた。私は家が決まるまでの間、ホテルに宿泊し、竹中さんが紹介してくれた介護の仕事を始めた。竹中さんの話によると、元姑はあの後、近所から白い目で見られ、外に出ることなく、ひっそりと暮らしているらしい。勇気も、私が元職場の同僚に全てを話したことで、モラハラ男とのレッテルを貼られ、肩身の狭い思いをしているとか。竹中さんとは頻繁に連絡を取り合っている。竹中さんがいなかったら、私は一生あの人たちの家政婦として働き続けていただろう。
感謝してもしきれない。さあ、ランチ行きましょう。イタリアンはどう？いいですね。行きましょう。私は竹中さんと一緒に町へ繰り出した。これから私はまた新しい人生をスタートさせる。誰にも左右されず、自分らしく自分の意志で進んでいくと心に誓って。